じみの夢白道場マッチ、まずは第一試合の藤崎対斉藤からご覧いただきましょう。この試合まずは飛びつき逆十字で斉藤がペースをつかんだかに見えたんですが、パワーで勝る藤崎がこのラリアット、そしてバックドロップと大技で斉藤を追い込みます。フィニッシュもバックドロップからの抑え込みで3カウントを奪った藤崎、快勝を収めました。今腕をロックしてましたね、バックドロップ。続くセミには IWA ジャパンから佐藤隆が参戦、小坪博之とのシングルに挑んでおります。この日の試合はグラウンドでの攻防に終始しましたが、両者首の取り合いを意識しているようです。佐藤がスリーパーを狙ったとは、小坪の首音の字が佐藤の首を狙います。そしてこの攻防に終止を打ったのはやはりスリーパーでした。佐藤のバックを取った小坪が口に指を入れ強引に腕をねじ込むと、佐藤もたまらずギブアップ。小坪がスリーパー対決を制しました。見事にカメラが捉えてましたね。一瞬を、あら、完全な裏技ですよね。続いてはこの日のメイン、福田対三浦をお送りします。先日青柳館長とのシングルに敗れてしまった三浦ですが、この日は本領を発揮。グラウンドで福田を翻弄すると、立ち技では膝とキックで福田を追い込んでいきます。しかし劣勢だった福田、見事ワンチャンスをものにします。ハイキックをキャッチしてからの裏 STF で三浦から